こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ヤホー,こー,ー、はい。こんにちは。こんにちは。ありがとう来てくれてこんにちはこんにちはこんにちはありがとうございます。ヤホー。ありがとうございます。 よーし、こんにちは。来てくれてありがとうございます。メガネのきおみちゃん、かわいい、ありがとうございます。レれありがとう。ケンシンさん、ゴレンジャー、だるみみかんパーンチ、ありがとうございます。ありがとう。キーさん、ハート、ありがとうございます。こんにちは、皆さん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ヤッホー、ありがとうねー。えっと、今日は11月20日、11月20日の日曜日の、 ひ昼過ぎお昼じゃなくてえっとおやつの時間の3時ですこんにちは小ちかさんハートありがとうございますすーさんハートありがとうありがとねこんばんはこ,こんにちは来てくれてありがとうございます鼻よくなったうん本当あの配信時間中だけやばかったその後お風呂入ったんですけどすぐにそのくらいからはもう何にも忘れてたくらい今までそういえばそうだ昨日すごい鼻大変だったんだ 何とほんと本当なんだったんだろうあのほんと配信時間内だけあの時間だけだったミッチェルさん魔法のステッキありがとうございますもう今は忘れてたくらい大丈夫だったありがとうでもなんか今日はティッシュあるわ <laughs> 一応用意してたらしいえカバンの中に入ってただけだけどティッシュが2つも入ってるだから今日はもし鼻がムズムズしても大丈夫ティッシュもあるしハンカチもあるわえっと「うこんばんは」って無意識に言っちゃう。 こんにちは来てくれてありがとうございますお疲れ様です11月20日か早いなもう20かあっという間すぎて驚いちゃう今日でもう20日だってでも今日12月の気温っていうだけあってやっぱめっちゃ寒い今日今日寒いねあとね関東は今雨降ってきました雨今っていうかちょっと前なんですけどお昼過ぎくらいからね雨も降ってきちゃって困っちゃうよねみんなの住んでる地域はまだ降ってないかな午前中はね病んでたから良かったんだけど 午後からね雨降り出しちゃってます多分今降ってる暗いですもんやだよね日曜日なのに暗くて困っちゃう12月頭レベルの寒さなんだってまあ実際もうすぐ12月なんだけどさでもなんか今日はそのレベルに寒いらしいよ確かに寒かったです今日すっごくすっごい寒かったこんばんは来てくれてありがとうございますこんにちはやばい <laughs> こんばんはって言っちゃうこんにちはって送ってくれててもこんばんはって言っちゃう,もう癖なんだろうな配信の こんにちは。来てくれてありがとうございます。日曜日か、まるこちゃん、サザエさんのセットの日だね。今日はみやびさん、ハートありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。なんか、なんかさ、わかんない。ブラックフライデーみたいなさ、来週くらいであるんだよね。多分なんかさ世間が騒がしくなってきてますよね。ブラックフライデーでなんか買ったことありますか？なんかわかんない。どこもそうなのかな。わかんないんだけど、なんかよく最近壁紙じゃなくて。 あの広告みたいなの見かける気がするんだけどブラックフライデーで何か買う予定はありますかブラックフライデーってどういうことなんだろうえっとうーんこんばんはこん,こんにちは <laughs> もう病気こんにちはこんにちはえっとキーさん可愛い,いありがとうございます嬉しいありがとうラミオさん可愛い,いありがとうございます嬉しいありがとうありがとうありがとうございますありがとうね 母さん見て温まってます温ます温れそう温まれそうならいいんだけどさえっとこんにちは久しぶりにパチめ確かに久しぶりありがとう安いのかならし,らしいらしいらしいでも分かんない私もあんまブラックフライデーでなんか買ったことないかもしれないでも多分安いな今思い出したんですけどそういえばかつて私あのお洋服屋さんで働いてた時,働いてた時が最近ろれがめっちゃ回らないちょ集中してしゃべるねごめんなさい適当,適当にしゃべって適当に喋ってるつもりはないんですけどなんか ねちゃ,ちゃんと喋るねごめんなさいえなんだっけ <laughs>、えっと私が昔お洋服屋さんで働いてた時にブラックフライデーだった時安かったそういえば思い出しましたシュウキチさんハートありがとうございますありがとうありがとうねなんかあのなん,て言うんですかねあんまりこう力入れないで喋ると漏洩が回らない事件が最近起きるちゃんとしっかり喋りますねすいません適当 <laughs> にはゃ喋ってないですよ本気で喋ってるんですけど。 あの力を入れないで喋っちゃう癖ができちゃったえっとボルさんありがとうこれなんだっけありがとうセンスみたいなかわいいセンスありがとうありがとうございます嬉しいなんか豪華だねお正月みたいだねこのこのギフトありがとう最近日本もブラックフライデーしてるあそうなんだ何が安いんだろうでもなんかすごい安くなるイメージはあります欲しいものは特に今はないかな 特にないかも。なんか別に全てを手に入れてますとかってわけじゃなくてなんかそういうわけじゃないんですけど、まあ、洋服とか欲しいは欲しいや。あの今年もコートが欲しいですね。よく考えると。あのコートってか上着なんか欲しいけどでもなんかまあ別にそんな,なんて言うの、ね、何て言うんですかね。絶対今必要みたいなわけではなくって今本当に必要で欲しいのはアップローチのあのベルトとカバー欲しいです。欲しくて今。 ネットで買おうかお店で買おおおううかか店ででで悩んでますでもなんかネットの方がいろいろ種類はありそうな予感がしててネットで買おうかなーって思ってる中って感じです今悩んでたえっ、ー、とこんばんはこんにちはく <laughs> なんかこんばんはって言っちゃうこんにちは来てくれてありがとうございますなんかね全然全部がなんか手に入ってるわけじゃ本当にないんですけど意外と 意外と欲しいもの何って言われるとパッとは出てこないかもあるかなえっと路列悪いあ本当私も路列悪い路列最近すごい悪くて滑舌,滑舌もちょっと良くなくなっている気がするなんでだろうってメンバーと喋ってたんですけどやっぱ稽古してないからかもしれないですねだから稽古期間とかは本当にめっちゃみんなで路列とか滑舌の練習めちゃくちゃしてたから無垢な心に乾いた風吹けばみたいな でみんな誰かが一人言ってその後みんなで続いて「無垢な心に乾いた風吹けば」みたいな未未来を嘲笑う冷めく未来をを嘲嘲笑笑ううみたいな <laughs> これはあの不純文学少女歌劇団の一番最初の効果みたいな曲の歌詞なんですけどみんなでこうそれを滑舌よく言う練習とかをめっちゃしてたんですけど最近はさい最近はっていうかその。 なん,ていうんですかね舞台期間じゃないからやる頻度が減っちゃってるからやっぱ滑舌どんどん悪くなっていく練習しないといけませんねトレーニングあと「あいうえをかきくけこうん?えおあいゆ」おあゆえみたいなやつあるじゃないですかああいうのとかも練習しないとあの練習してましたわあでもそれはこの間もやったなでも滑舌って大事ですよねほんとえっと「こんにちは」来てくれてありがとうございます。 ありがとう。えっと、そうそう今いろいろ調べてるんだよね。可愛いのが欲しくてさ、いろんなところで調べてます。そう欲しいんだよね。ベルト。私やっぱすごいなんかねベルトよりもベルトはまあ最悪元々のやつ使うんでもいいんですけど、なんかケースつけないとなんか本当にすぐなんかひ なんか傷つけちゃいそうで怖くてどっちかとそう,そうベルトもまあおしゃれなやつってか可わいやつ欲しいんだけどなんかねケースつけるとちょっと若干ごっつくなるからいらないなって思ってたんですけどなんかこの間あのリハした時に早速めっちゃ壁にガーンってぶつけてその時傷つかなかったから良かったんだけどあ自分は怖いわと思ってケースとりあえずなんかせっかく買ったばっかだししばらくはちょっとケースつけようって思って。 で買いたい。買うまではなんかちょっとあんま外につけようと思えない。思えないっていうか、なんかダンスとかするときは怖いなって思っちゃうから、そうなんだよね。って感じなのでケースをあの早めのうちに買おうって思ってる中です。えっとこんにちは来てくれてありがとうございます。こんにちは来てくれてありがとう。ポケモンは買わないの？あ。 ねえ最近みんなポケモンポケモン言ってる新作があるんだそっかでもね私あのそもそもポケモン一回もしたことないんだよねだからちょっとごめんなさいあんま分かんないでも買う予定はないですあの私本当にしたことないんだよねでもなんかみんな確かにリハ行ったらねみんな言ってたポケモン我をはじめなんかポケモンが新しいのがど,どうにょなんか買ったら通信しようねみたいな会話をしてるの聞いたあの私本当にゲームが疎くて どうしようもないくらいできなくって、あのポケモンも買う手はないんですけど。でもやっぱなんか年末になるとスイッチ欲しくなるんですよね。なんかやっぱ年末年始らへんはさ家族で過ごしたり親戚と過ごしたりする時に、やっぱあのスイッチとかやりたいよね。って話に毎年なるから、毎年このくらいの時期くらいからだんだん欲しくなってくんだよね。私はねスイッチスポーツがしたい。もう時代遅れ <laughs> わかんないんですけど、若干ずれてるかもしれないんですけど、スイッチスポーツしたいわ。 えっとこんばんはてこんにちは <laughs> こんにちは。来てくれてありがとうございます。あれってやっぱり効果あるのえ何のことだろうちょっと待って。何の話してたか忘れちゃった。ああ滑舌の話かな。えっとね。いやあるある。めっちゃある。全然違うと思う。ほんとにやるとやらないで。あと最初の声出しとかもやるとやらないで全然違う。ほんとにびっくりするよね。えっと。ヒンヤ魔法のステッキありがとうございます。ありがとう。ポケモン面白いんだ。 子供の頃もポケモンやったことない私本当にポケモン GO ももちろんないないんですよポケモン GO はねやりたいですよね本当にてからやってればよかった高校生くらいの時にめっちゃみんなアプリその時は携帯のアプリだったと思うんですけどわかんない スイッチとかでもあったのかな「ななでもなんかポケモン GO」みんな携帯でやってたなその時でさえも私やってないからねなんでやらなかったのあんだけ周りの人がやってたのにでもなんか普通やるよねわ、まあ、かんない私はや,らやれなかったんですうう流行りに乗れなくてさあれとかもやってないもん人狼あの2期アンダーとかさ人狼すごい好き2期生もそうかあの主にラッさいの1期あ2期2期アンダーが人狼あれだけやってたのに やってないもん私 <laughs> いやでもなんかこう観覧させてもらったりとかなんか見たり一緒に見てとかやったりはしたことあるんですけど全然あのー、でもなんかこうやったことの全くないは嘘なんですけどでもほぼやってないに等しいくらい本当にゲームできないんだよねどうしてもダメわかんないわかんないわけじゃないんだけど多分 あんま好きじゃないのかもしれないねゲームが全然嫌いじゃないんですけどね下手っぴなのかなえっとこんばんは来てくれてありがとうございますでも久しぶりにこの間不純文学小学会議団のタイの遠征の時にあのー、みんなで一つの部屋に集まってワードウルフをしたんですけどワー,ワードウルフめっちゃ面白かったワードウルフはさまあなんかゲームっていうかまあゲームっていうのかってくらい簡単な あのルールなのでまあ、誰でもできる感じなんですけど「ワードウルフみんなでやったけど超面白かったですね人狼」みたいな感じなん人狼っていうかワードウルフってなんかルールを説明しづらいんだけどまあ若干ちょっと人狼チックっていうかなんかそういう感じな人狼チックではないか <laughs> なんて言ったらいいんだろうなまあでも面白かったそういうゲームたまにやると楽しいよねただなんかスイッチを買うほどなんか使いこなせてゲームができないなんかもったいない感じになっちゃうと思いますね。 そうねだからなかなか買おうと思えないんだけどさえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますえっ、ー、とうーんこんばんは来てくれこんにちは <laughs> こんにちは来てくれてありがとうございますえっ、ー、とこんにちはみみちゃん今日はピザの日だそうですみみちゃんピザ好きですか ピピザザ大好好ききだよ私ピザ好きです一番好きなのはクワトロフォルマッチみたいなの <laughs> 絶対違う気がしてきた <laughs> クワトロフォルマッチみたいな名前のチーズが 5, 5, 5, 5種類くらい入ってるなんか蜂蜜つつけて食べるようなやつが美味しそうなピザが一番好きです。 <laughs> そんな名前かなでもクワトロくらいまでは絶対合ってると思うその先はちょっと自信ないんですけどそういうなんか5種類のチーズみたいなあのー、ピザが一番好きですけどでも普通に定番のマルゲリータとかあのー、マヨコンピザとかマヨコンピザ急にガストみたいになっちゃってあれですけどなんかそういうのも好きよあのマルゲリータとか普通に好きです全然何でも食べれるあと照り焼きも好きですだいぶ好き何でも好き,きピケピ <laughs> <laughs> こんな言えないことある結構あのピザ何でも好きです海鮮系も好きだしシーフードもうん照り焼きとかも何でもだからまあ基本的にはこういろんな種類の入ってるのが好きですドミノピザとかで頼める系だったらでもドミノピザの1キロチーズピザが食べたい年末とか食べたいですねあのハチミツつけ食べる超罪悪感みたいな感じの罪悪感っていうかなんか罪悪感が来るっていうくらいの超濃厚なあのー 1>, 1枚1枚じゃこの1枚じゃなくてこの一切れでお腹いっぱいになるレベルのチキロチーズピザっていうのが食べたいですえっとああ私も苦手パイナップル乗ってるピザ苦手っていうかなんかなんで乗ってるんだ <laughs> なんで乗ってるんだろうっていうとあれですけどなんかそれが魅力なのに私はなんで乗ってるんだろうって思っちゃう派なんですよ残,残,念残念だよね私ハンバーグとかにもパイナップル添えはな,なんでだろうって思っちゃうタイプです でもそれがいいんだよち、ね、ょっとこのちょっとさその爽やかさが追加されるといいますかその多分それがいいんだろうけどそれの魅力にまだ気づけない私はまだまだお子ちゃまなのかなまあでも同志な方がいたからいいやえっと「こんばんは来てくれてありがとうございますありがとう」でもさ最近のさなんかおしゃれな食べ物そういうの多くないあの何て言うんですかね果物かけあの魚みたいなさ 結構多くないですかちなみに高橋家で最近ブームなのはあの果物の柿あるじゃないですか柿とあのキリのチーズのなんかこうをなんかこうオリーブオイルと塩コショウとかで味付けしたやつあのがすごい流行ってます柿も普通に切ってそのキリのチーズも9等分くらいに切って混ぜて オリーブオイルとあの塩コショウで食べるっていうのをなんかツイッターで回ってきてそれおいしそうって思って家で早速お,あのおじいちゃんちの畑で柿を育てててもう20個くらい持ってかもっとかな本当にもっと持って帰ってきてどうやって食べていこうってなった時になんかアレンジレシピで出てきたたまたまツイッターに流れてきたやつを家で作ったらすごいおいしくて。 それはめっちゃよかったでも確かにサラダにみかんとかは入ってなくていいとはでも思っちゃうタイプかもしれないです <laughs> 学校の給食でなかった昔あった気するえっと美味しかったですねそれめっちゃ美味しくておすすめだったえっとこんばんは来てくれてありがとうございますハンバーガーにパイナップル挟んでるやつ大好きあそうなの大人じゃんこんにちは来てくれてありがとうございますキーさん流れ星ありがとうございます789日おめでとうありがとうございます ありがとう。パインはそのまま食べたい。わかるよ。食べ慣れないとパイナップルは違和感ある。やっぱりそうだよね。やっぱ食べなめ。多分なんでこんな言えないの食べ慣れることが大事だよね。って思います。えっとやっぱそっかみんな結構あれなんだね。あのご飯系となんか果物はあまり好きではないってい人も多いらしい。どうやら78。9日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。 りんご入ってるサラダあリンゴ入ってるサラダ確かにあるいやそれこそ学校の給食だった気する学校の給食で絶対りんご入ってるサラダあった気するけど気のせいかなでもりんごはいいかもなんかわがままわがままっていうか変なこだわりがあるんですけどりんごはいけるあとグレープフルーツも結構好きでしただからみかんもいけるんかな今だったらなんか生ハムとチーズとグレープフルーツはめっちゃ合う合いますよおすすめです おすすめですけど、あと、あ、違うトマトとかかななんだろう、何が入ってたっけなでもおすすめです結構グレープフルーツはいけた、いけますねえっと、パイナップルは消化を助ける酵素入ってるからお肉と相性、あ、そうなんだ消化にいいってことパイナップルってへえー、それは初めて聞いたそうかでも結構多いよねハンバーグ屋さん行けばさパイナップルトッピングってほとんど悪くないわかんない、なんかパッと思い浮かんだ お店が全部あるなんかびっくりドンキーとかもある気がする確か自分は頼まないけどなんか一緒に行った人が頼んでたことあるような気がするあとなんかそう,いうそういう系のハンバーグ屋さんみたいなところでは割と多いよね定番のトッピングなんだよね多分あんまハンバーグ屋さん行かなくてさ詳しくないんですけどでも行きたいんだよね最近ハンバーグ屋さんになんか爽やかに昔っていうかちょっと前行ったんですけど美味しすぎてまた爽やかに行きたい行けるならば。 爽やか行きたい爽やかがいいよふたろさんバラありがとうございますたかちゃん可愛い,いありがとうございますよしありがとうでもなんかハンバーグ屋さんにあんまり行かないからなんかあんまわかんない他の店と比べてとか爽やかがどう違うとかあんまよくわかんなくてただ爽やかは本当に美味しかったですね本当にめちゃくちゃ美味しかったなんかハンバーグ屋さんのハンバーグのなんかあれが感覚概念変わるレベルでもなんかだからといってハンバーグ屋さんに他のとこあんま行ったことないから 言うてわかんないんですけどめっちゃ美味しかったねあれはあのめっちゃ良かった並んだ並んだ並んだけど車で行ったんだよねであの1時間くらい待ったわ思い出したカラオケで時間潰したもんそういえば今思い返したんですけど車の中で待ったのもあるしそれでも時間が長すぎて1時間カラオケしたからめっちゃ待ったわ1時間半くらい待ったかもしれない合計で。 超並,び並んだっていうか整理券スタイルだったんで待ったねだいぶ待ちましたまあ土日に行っちゃったのかもしれない確かなんだけどあんま鮮明には覚えてないんですけど平日ではなかった気がするだからっていうのもあるかもでも1時間半くらいはね並んだよ結構並ぶ気がするな結構心していくべしだと思う1時に食べたかったら12時から並ぶべき <laughs> 土日だったらきっとえっ、ー、とこんばんは来てくれてありがとうございます ありがとう、えっと、隣の県に住んでるから昨日爽やか行ってきましたえーいいなーいいな爽やか美味しいよね人生で1回しか食べたことなくてさまた食べに行きたいんだよね爽やか羨ましい1時間は増し3時間待ったえ本当に言ってる本当に言ってる3時間 <laughs> そっかー12時に食べたかったら9時から並ばなきゃいけないのか それはちょっとだなぁ並ぶっていうかまあ整理券受け取るっていうスタイルだよねだからあれなんじゃないあの御殿場のアウトレットにも爽やか入っててあとなんか私はそこじゃない店舗に行ったんですよね多分車でしか行けないようなとこなんかちょっとあんま分かんないんですけどなんか御殿場のアウトレットにも爽やか入ってたんですよねそこで整理券を受け取っとけばアウトレットでお買い物してなんか呼ばれたら行くっていうスタイルが一番なんかこう効率的なのかなって思いますえいい,いいのかな どの店舗もこう整理券スタイルなのかわかんないんですけどそうだったとしたら御殿場のアトトレッが一番なななんか無駄な時間なさそうでいいねどうなんだろう静岡にしかないのかな確かとりあえずね神奈川県にはない多分静岡にしかない気がする静岡にはあいやそんなことなかったかもしれないなんかねその爽やかなお店でなんかマップみたいなのがあってなんか爽やかがある店舗 ななんか店舗のの地図みたたいなのがあったでもそれさ静岡だけだったんかな分かんないや忘れちゃったでもね少なくとも神奈川県にはないんだよねえっと「爽やかいけないからビッグボーイで我慢してビッグボーイって懐かしいなんか昔はよく見かけたけど最近見かけないビッグボーイってって男の子がこっちポーズみたいなのしてるとこ <laughs> 自信ない自信ないなでも なんか目がかかれた男の子がなんかそういうイメージなんだけど気のせいかなこんばんは確かにアウトレットやばそう待ち時間それこそ3時間待ちとかしそうだねいまだに爽やかいけてるえ行ってみてお願いお願いお願い行ってみてほしい本当においしいよ爽やかとってもおすすめであるえっとシーマナいわくステーキガストの拳ハンバーグがほぼ爽やかのげんこつハンバーグらしいえそうなの ステーキガストステーキガストならそ,そんなめっちゃ目と鼻の先とかではないですけど全然爽やかよりも行ける距離にあるわステーキガストステーキガストってみんな行ったことあるなんかねあのサラダバーっていうかなんかサイドメニューみたいサイドメニューってほどじゃないかもしれないんだけどなんかね結構ビュッフェスタイルビュッフェスタイルそっかなんか自信がないなバイキングスタイルなんですよねこう メメイインのものののものもも以以外外がそれでで結構楽ししめるイメージでしたカレーとかね多分自分でよそれるスタイルのお店なんですけどなんかそういうのサラダバーみたいなのもついてて楽しかった記憶がある確かなんだけどあとなんか簡単なデザートみたいなやつも自分でなんか選んでとれるスタイルだった気がするあとパンとかもね確かなんか自由なスタイルで。 なんか焼いたりできた気がする焼くっていうかトースターみたいなのがあって温めるみたいなことができた気がするステーキガストねいいよねなんか高校生の時はよく行ったな近くにあってでも最近は行けてないから行きたいですねステーキガスト懐かしいなそうなんだ拳ハンバーグねシーマナが言うならそうだなきっと絶対そうなんだえっとこんばんは来てくれてありがとうございますそうそれ爽やかに似た似たな似たな何だろう なんて読むんだこれなんとかハンバーグな,ーになになになに群馬なら爆弾ハンバーグあるじゃん爆弾ハンバーグなにそれ何それ何それ爆弾ハンバーグっていうお店があるの行ったことない素敵ガスっていいよね ラスススストココココココのハンバーグあーココスねココス懐かしいななんかちっちゃい時はなんかドラえもんとコラボしてるよう、ね、なコラボっていうかココスドラえもんの店なのかなよくわからないんですけどココスドラえもんみたいなイメージがあってドラえもん普通に好きでココスのパンケーキでドラえもんの絵描けるみたいなパンケーキが売っててそれめっちゃ食べてめっちゃってか何回か食べたことあるココス好きだったよ。なんかチーズ インハンハバーグみたいなの頼んでた記憶ちちっちゃい時でもココスこそ本当にちっちゃい時しか行ったことないですココスってさあの朝食バイキングがあるらしいですよね朝ごはんはねビュッフェスタイルらしいですよ確かなんですけど行ったことある人いますかどんな感じなんですかハンバーグは絶対頼まなきゃいけないのそういうわけじゃないのかななんかよくわかんないんだけどね朝ごはんはんバイキングって見たこの間えっとこんばんは来てくれてありがとうございますありがとうねあこんにちは もうこんばんばの時間かまだかえっ、ー、とステーキガストはステーキ来る前にカレー食べてお腹いっぱいになっちゃうのどう思う <laughs> いいんじゃないでもまあお腹いっぱいすぎてハンバーグ食べれんってなったら困っちゃうけどあステーキか食べれんってなっちゃったら困るけどでも絶対にお腹いっぱいになれる場所だからねそれって安心じゃない心の安心だよねんか足りなかったらどうしようって思わなくて絶対にいいわけだから確実にお腹いっぱいになれるって とこ好きだからさ私あのー、結構好きですそういう店まあその前のお腹いっぱいになっちゃうのはちょっともったいない感あるけどえっとこんばんはこんにちはこんにちはえっとビッグボーイも行ったことないなんか意外とハンバーグ屋さんって多いよねビックリドンキーとかビッグボーイとかちょっとややこしくないえっとこんにちは来てくれてありがとうございますステーキガストなんてそう普通のガストじゃなくてねステーキガストっていうところがあるのやばいコメントごめん えっと、フレッチカさん、ハート2.5個ありがとうございます。充電してよね。ありがとう。今もドラえもんと、あじゃあ、今もとかじゃなくても、あれはドラえもんとコラボの店なんだ。あの、普通に。そういう店なのか。なるほどね。えっと。 シマナ情報なら間違いないそうだね結構シーマナのフード情報はあのめっちゃ信じてるから信じてるからっていうか本当にめっちゃ知識が豊富だからシーマナに聞けば OK みたいなところは本当にあったあのお弁当とかも自分なんか一回食べたお弁当とか覚えてなかったりしてたんですけど野菜の時にあのシーマナが選ぶお弁当を最後ら辺はもろパクリしてたシーマナの選ぶお弁当ならなんか多分めっちゃ あの詳しいからさシーマナだからシーマナの選ぶお弁当を真似したらアンパイみたいな本当にそんな感じでいつもまねっこしてましたえっと「こんにちは来てくれてありがとうございます」ちゃんと聞いてたシーマナに「シーマナ今日のお弁当どれするの?」って <laughs>「これだよ」って言ったら「あッ OK 分かったっ」ありがとう」って <laughs> そうそうそんな感じでした「こんにちは来てくれてありがとうございます」ありがとうえっと「ココス行くなら」 ガスとかビッドン行くなんでココスダメなのそんな <laughs> なんでココスはダメなの私でもココス好きだったけどなでも本当に行ってない10年は行ってないので忘れちゃったですねもうどんなお店だったかすらなんかちょっと久しぶりに行きたいでもステーキガストも言うて5年くらいは行ってないです高校生なんで絶対に最後に行ったのがでびっくりドンキーもびっくりドンキーはごめん割と最近行きましたあのあれの時に行ったな サバイブの期間に行ったなんか練習した帰りにステーキガストって食べた記憶があるステーキをステーキじゃないステーキガストじゃない間違えたビックリドンキーだでハンバーグ食べた思い出があるのであの一、ー、回食べた直近で一番その3個の中だとビックリドンキーに行ったことがありますえっ、ー、と,とうんなんか小さい子が行く 感じがあって入れなあー確かにね確かに自分もちっちゃい時にココス行ってたもんな確かにかもなんかお子様連れのファミリーが多いイメージだからドラえもんだからだよね多分 <laughs> すいません大人でもドラえもん好きですよねすいませんでもなんかそれだよね多分そこだよね多分確かに確かに私もなんか大人になってからじゃ近くにないからさらにそう思っちゃうのかもしれないんですけど時があの小学生の時止まっちゃってて。 だからさらにそう思っちゃうのかもしれないですけどなんかファミリーのイメージが多いわ確かに自分の中でもキーさん可愛い,いありがとうございますめっちありがとう今おやつで京だこのたこ焼きを食べましたみーちゃんたこ焼き食べたりしますか食べますよ <laughs> でなんかさたこ焼きなんか食べ放題みたいにやらないっけ銀だこでなんか忘れちゃったんですけどそんなのなんかき見た気がする 見た気がするな銀だこ食べますてかたこ焼きは銀だこか家たこ焼き以外はあんまり食べないですねてかなくてなんか大阪とかだったらそれ以外のたこ焼き屋さんとかたくさんあると思うんだけどそんなにたこ焼き屋さんってないんですよね関東って銀だこかなんか本当に車でなんかなんていうんですかねこ,ここが店舗だとかってよりもなんかこうなんかたまに見かけるみたいな車のカ かなんとかみたいなやつでたまに見かけるんですけどそれ以外は銀だこしか見かけないから家でしかやらんかなそうなるとそうねあ,あれはあげだこねそうだよねすいませんそうでもね掃除しかないんだよだからでもたこ焼き家にあるよたこ焼き家お家にあるのでたまにたこ焼きパーティーするし配信でも私やったことあるよねえ私配信でたこ焼きしたことないっけあれないっけめっちゃある気するんだけどないか あれ待って忘れちゃったあったっけなかったっけない,ないかないかなあれ私えないっけ高パチランチでたこ焼き超やってそうなのになやってそうでやってないってやつなのかな最近和食の里の里干し食べ放題何それ和食の里も行ったことないでもそこの名前は知ってる行ってみたいうんとこんにちは来てくれてありがとうございますお家にたこ焼き器はあるんだけどさ私やったことないっけ いややったよなやったよねえでもなんか全然覚えてないなんか写真とか撮った記憶がないなんかそれでなんかロシアンルーレットみたいなのして騒いだ記憶もない全然ないでもなんかたこ焼きをあんなたこ焼き器を持ってるのにやったことないとも思えない <laughs> 覚えてない怖いたこ焼きやったよねだよねやったよね私 持ってるもんたこ焼き機でもど覚えてないんだけど私たこ焼き作った配信を怖いどっちでやってたあのあの覚えてる方に聞きたいんですけどキッチンでやってたそれともなんかテーブルでやってましたか割とね2パターンあるんですね私料理配信のパターンがあ流しそうめんをさあの初めてやった時テーブルでやったんですけどそっちスタイルだったかあのキッチンでやってたスタイルだったか ちょっと忘れてごま全く思い出せない怖いなんでどうしてでもなんかウインナーとか入れた気するような気もするんだけどなあれ覚えてないな覚えてない覚えてないえっと八神さんハートありがとうございますありがとうありがとうねいや忘れるものなんだねテーブルじゃなかった割と最近だよね多分最近なんだよね多分えー、怖い忘れちゃった テーブルだったと思う本当そっ,かそっかそっか、えー、そっかえそっかそっか覚えてないわえー、本当に覚えてない中に何入れたかも覚えてないえー、ごめんねなんかすいません悲しいわ忘れちゃうって悲しいよねなんかなんで覚えてないんだろうなんで覚え出せないんだろうやったよって言われても思い出せないの不思議だね悲しいです今そんな自分がえっと こんにちは来てくれてありがとうございますたこ焼きが隣とくっついちゃあ <laughs> それは覚えてるなそれは覚えてるわ確かに言ってたねなんかもう失敗したんだよね多分1回目でなんかどんどんなんか23回回しくらいまでできて3回目くらいはすごいうまくいった気がするそういえばそうだわあで確かになんかファンの方に揚げ玉をなんか先に入れるかとか教えてもらった気もしてきたそうだそう教えてもらったわそういえばそうだそうだそうなんかね 本場の作り方的なのを教えてもらったりで結局なんかわけわかんなくなって多分自己流にやっちゃったんですけど焦ってなんか火つくと焦っちゃうので私あの火って自分の気持ちの方の火じゃなくてあのガチな熱を,かん熱を持つものを使い始めると焦っちゃうので結局すごい自己流にやっちゃった気がするんですけどそういえば確かに作ったわでなんか、ね、多分ソーセージかウインナーみたいなの入れたんですけどそれがめっちゃおいしかった気がする思い出してきたそういえばやったな なんかそんないっぱい作ったつもりなかったのにめっちゃ3回か4回くらい「いやでたこ焼き職人になれちゃうよ」みたいな <laughs> そんな感じだった気するだんだん上手くなったんだったそういえばこんにちはこんばんは八神さんハートありがとうございますありがとう初めて来てくれた方ありがとうございますもう一回やりたいね全然全然やり,やりたいやりたいやりたいせっかく持ってるしただなんかあのたこ焼き以外のものも作りたいねカステラみたいな なんかオムライスとかも作れるらしいですよあの一口オムライスみたいなこうなんかたこ焼き器のなんかこうあれで作れるやつが他にもあるらしいので同じことするっていうよりかなんかちょっと違うやつね作れたらいいですよねそういえばやったなカステラとかもそういえばんか作ったな多分ねたこ焼きは今思い出したんですけど多分何百何十日配信みたいないや何,何日配信みたいなそれなんか霧のいい系でなんかやった気する。 そんな気するんだけどな。えっ、ー、と、ベビーカステラはね、割と最近作った気がします。カステラ機つ買ったんだよね。なんかそんな思い出がある。それこそ去年の、ん今年入ってからかな。割と最近な気がします。ねえ、そういえばそんなことしたな。初めて来てくれた方、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。こんばんは。ありがとうございます。でも確かに料理配信で作ったものとか忘れちゃう。ってかさ、なんかこの間のさ、ラジオのさ <laughs>、 聞いてくれた方さなんかな,なんでそういう話になったんだっけなんか料理しますかみたいなのでさ私全然そんな料理しないんですけどあのなんか作ったことありますみたいに言ったらさ「えすごい!」みたいに言われちゃってさ全然。 全然全然本当に全然すぎてなんかもう恥ずかしかったあれ式のさなんかみんな私のファンの方はさ知ってるじゃないですか私があの料理配信でしてる料理のことを多分私が言ってるってこと分かってくれたと思うんだけど多分なんかあのラジオの空間的になんか私が日常的に料理してるみたいな雰囲気になっちゃって「<laughs> すいません」みたいな「全然なんです本当に」みたいに言っても「いや全すごいよ」みたいななんか言ってくださるからなんかもうちょ申し訳ない「<laughs> い本当に全然なんです」みたいな。 なんかちょっっとあれは申し訳ななかったですねなんか自慢自慢しちゃったみたいな「家庭的です」みたいな言っちゃったみたいになっちゃってなんかちょっと本当違うんですみたいな焦っちゃったえっ、ー、と「こんにちは来てくれてありがとうございます」「すごいなんかすごい」みたいななんか家でスケートの真似してるんですみたいなことも言ったんですけど昔なんか「幼稚園の時になりたかった職業は?」みたいな質問で「スケート選手で金メダル」って書いたんですよね本当に幼稚園の時の卒アルに。だからそれを言ったんですけど そしたらなんか、家でスケートしてたのみたいになって、あ、習ってたのみたいになって、いや、習ってないです、みたいに言って、あの、お家で全然くるくる回ってたくらいなんですよって、私結構ボケって言ったつもりだったんですけど、え、すごーいみたいな、<laughs> 本当に恥ずかしかった。全然。<laughs> 本当に全然みたいななんかもうその料理もそうなんですけどなんかもうすごい恥ずかしかったのです,すいません」みたいな「全然あれ式ですほんとすいません」みたいななんかほんそんな褒めてもらっちゃってなんか恥ずかしくてなんかもういっぱいな気持ちだったもう <laughs> やめてください,い家でくるくる回ってたくらいなんですよほんとにみたいな <laughs> ちょっと気まずかった気まずかったっていうかなんか嘘ついてるような気持ちになったなんかすいませんみたいな金メダルとか大きなこと言っちゃったからなんか なんか本当にに習ってたみたいになっっっててたたたみいななちゃあれだんんですけどなんかそうですね料理のやつもまあちょっとボケたっていうかボケたほどではないですけどあれはさすがに分かりづらいボケすぎると思うのでボケたつもりはないんですけど、まあ、あのスケートに関しては完全にボケたつもりだったんですけどあんななんか真剣にすごいと言っていただいちゃってなんかちょっと「汗汗汗汗全然全然です」みたいな。<laughs> <laughs> ちょっとびっくりしちゃったこんばんは来てくれてありがとうございますでも私のせいだよね私がなんか多分そい言い方しちゃったのかななんかわかんない <laughs> なんかわかんないけどなんか嘘をついてるような気持ちになってちょっと汗汗してた勝手にえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますお疲れ様ですありがとうございますありがとうね2021年7月27日にやってましたたこ焼きなんで <laughs> そんなにわかるの <laughs> すごいね <laughs> すごすぎる高パチランチって ツイッターで検索したら出てきましたすごいありがとうやっぱりたかぽちランチってハッシュタグつけとくの大事だわそうなんだありがとう教えてくれて7月21日は何の日だったんだろうなんでその日にやったんだろうちょっとあんま覚えてないですねあんま覚えてないなえっとこんにちはでも7月か夏にやったんだねたこ焼き鍋パーティーしたいですねいつか配信ででも鍋は簡単すぎてなんか見せるほどの見せるっていうかなんかこう盛り上がる あれがないんだよね野菜切って入れるだけっていう本当に簡単だからちょっとなんか私がただのた夜ご飯を食べるみたいな配信になっちゃうので鍋はなんかちょっと微妙だなってなって毎回やらないんですけど冬といえば鍋だからね鍋パっていうものはしたいですけどねえっと誕生日から10日後の配信かなそうだねそうなるけど誕生日としてやったわけではないはずですね多分だけど。 誕生日で焼きパーーティーはしない気がするあと誕生日としてやってたら多分覚えてるから多分本当になんとに何でその日にやったんだろう多分普通に土日だったからかなあんま覚えてないなえっとこんにちは来てくれてありがとうございます。 お好好好み焼きが好ききがそうね私ももんじゃも好きごめんお好み焼きが好きって言ってくれたのにもんじゃが好きとか言っちゃってあれなんですけどお好み焼きも好きですよあの広島風お好み焼きとかも好きですあの焼きそば入ってるようなやつああいうのも大好きですし普通のお好み焼きももちろん好きですお好み焼き屋さん行きたいな昔はよく高校生会の時は行ってたんですよ高校生といえばさもうファミレスか焼肉かお好み焼きじゃなかったですか 分からない私はねそうだったんですよもうその3個のどれかって感じだったので結構な結構お,お,おここここおこ, <laughs> おここここ,きこことか言ってお好み焼きもあのよく食べてました本当に好きだったんですけど最近は全然お好み焼きを食べてないです食べに行ってないですって言った方がいいか家でやることの方がむしろ多いかもお好み焼き久しぶりに食べに行きたいなもんじゃもなのでイコールとして全然最近食べてないです お好み焼き屋さんに行ってもかつもんじゃを頼む率って少ないのでほんとに56年もんじゃ食べてない気するもんじゃ食べたいもともともんじゃ好きですえっとこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねえっとこの日2回配信やってるからショールームバトルしてるああなるほどそうだそうだ絶対そうだそういうことかなるほどねそれで土日かなんかで企画的な感じでやったのかもしれないですそうだそういうことかなるほど えと広島お好み広島にお好み焼き食べに来てください。行きたいでもそういえばねあの計画中であって実現するかは。 お互いの仕事とかコロナの環境とか次第なので分からないんですけどお姉ちゃんと12月に旅行に行,く行きたいねと話していますどこに行くかは決めてないんですけど奄美大島もいいねって話になったし京都も行きたいねって話になったしそれこそ広島とかも行きたいなんか本当にどことか決めてなくてただなんか漠然とどこかに行きたいという計画を立てています行けたらいいな実際行けるか分からないんですけど行けるといいねっていうことで今すごい調べている中です 行きたいところはいっぱいあってさそうなんだよえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうえっ、ー、とまじまさんたまに焼肉えてわちゃわちゃする配信いいね焼肉は確かに楽しそう焼き加減みたいなんで盛り上がれそういいねえっ、ー、と焼肉パーティー羨ましいえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございます私も混ざりたい普通にその焼肉パーティーに <laughs> めっちゃ飯テロだね食べたくなっちゃうね焼肉なんて焼いてたらもう匂いしなくてもする気してきちゃう多分えっ、ー、と「こんにちは」来てくれてありがとうございますそうお姉ちゃんお姉ちゃん仲いいですね基本的には仲いいです喧嘩もすることはあるんですけどでもまあ大人になってから喧嘩する機会はまあ減りましたね割と喧嘩はしなくなりましたでもまあたまに揉めるけど基本的なあれは仲良しですなんか ディズニーとかも2人で行きたいねって話してたんですけどまあまあ旅行の方がいいかってことで2泊3日くらいでどこか行きたいねって話をしています今そうなんだよねえっ、ー、とでもさなんかお姉ちゃんちょっと私そんな話したの結構前だしその配信見てた人しかちょっと分からないと思うんですけどお姉ちゃんに「すずめの戸締まり」を見に行かないって誘われたんですよねこないだだからすずめの戸締まりお姉ちゃんと見に行くつもりだったんですよ私普通にそしたらさなんか今日 お姉ちゃんと話しててのとじますのりばどうするみたいに言ったら「ああすずめの戸締まり誰々と行くわ」ってなんか普通になんか別の予定立てられてて <laughs>「ええみたいな「あれ?」みたいな <laughs> あれ「みたいな <laughs> えみたいな <laughs> えみたいな感じの気持ちなんですけど <laughs> まあまあいいかとなりました <laughs>。なんか 行こうって誘われたから行くつもりでいたんですけど気づいたら別の子と行く約束されてましたなんかちょっとああ <laughs> みたいなあとうか今日お姉ちゃんと午前中ってか行動してたんですけどなんかお姉ちゃんこのあと用事があってめちゃめちゃ薄着で出かけてたんですよね今日お姉ちゃん。ででなんか帰り電車のところで 本当にに寒そうにしてて大,大丈夫みたいな今日帰ってこれるかな私」みたいな「寒すぎて帰れないかもしれない」みたいなんか言われて「たた大変だね」みたいな上着でなんかそしたら「耳の着てる上着あったかそうだね」みたいな感じで、ね、<laughs> この見られてて私は帰るだけだったんですよ今日そのお昼過ぎくらいに。お姉ちゃんこの後も出かける予定があったから「耳の着てる上着あったかそうだね」みたいなこんな感じで見られて「えうんうん」うん 着るみたいなって。結局 <laughs>、お姉ちゃんに上着貸してあげて、私はめっちゃ寒い中帰ってきた。本当に寒かった今日。だから、あの、上着を途中で、あの、取られ <laughs>、まあ、取られたっていうか、貸したんですけどね、意図的に。意図的にっていうか、まあ、最終的な判断を私で貸したんですけど、めっちゃ寒くて、本当に。なんで私はちゃんと暖かい格好してたのに、貸さないといけないんだと思いつつ、なんかすごい寒そうにしてたから、 しましたなんかもう「いいよどうせ寒かったらタクシーで帰るもん」みたいな「でもタクシー高いよな」とか言われたらさ <laughs>「じゃあいいよ」みたいな気持ちになるから <laughs> まあ電車乗って最寄りから頑張って歩くだけだから、まあ、今だったらまあ日中だしまあ雨降ってたから太陽はなかったけど太陽はないけど夜に比べたらあったかいしと思ってまあ貸しましたけどまあいいです。 ありがとうね。お姉ちゃんそういうとこある。なんかたまに <laughs> たまに裏切られる。裏切られる。映画もそうだけど。私言ったんですよ朝あの今日。今日寒いよみたいな。それだけで大丈夫よみたいな。絶対寒いよみたいな。結構煽ったんですけど何回か言ったんですけど大丈夫大丈夫大丈夫。私どうせ室内だもんみたいな感じだったんですけどね。やっぱ寒いじゃんみたいな。大福さん風呂敷ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。 こんばんこんにちは。来てくれてありがとうございます。ありがとうね。振られたわ、私ちょっと。すずめの戸締まりはなので、誰かと見に行きたいなって思いましたね。誰か一緒にいてくれると。でもなんか天気の子見ようかな、とりあえず。なんかお姉ちゃんに、なんか、なんかそれで <laughs>、ただの愚痴みたいになっちゃってあれなんですけど、すずめの戸締まり見に行こうって言ったじゃん、みたいな。えだから、みみ、あの、一緒に行くつもりだったよ、みたいに言ったら、だってみみ、天気の子見てないでしょって言われ。 結構強めに言われてなんかまるで私が「天気の子見てないからいけない」みたいな <laughs> 話合わんよみたいな思われたんかななんか「天気の子見てないからいけない」みたいな言い方をされたので悔しいから「天気の子とりあえず見ないと他の人も一緒にいてくれない可能性がある」わかんない別になんか「天気の子見,なくと見てなくたって言ってもいいじゃん」って思うんですけど <laughs> だって耳天気の子見てないでしょみたいな <laughs> なんか。 強かかったからその,その言いい方がががんさハあありりととううございますありがとうだからちょっと天気の子見てから <laughs>「天気の子見たけど」って言いたいなと思ってさあのー、まあ誰と行くにも多分絶対にあの一緒に行ったら、あのー、監督が同じ方だから「あのー、君の名はと天気の子見た?」っていう会話には絶対なると思うからもう見といた方がいいだろうねいいだろうにと思います。えっと こんにちは来てくれてありがとうございますありがとうお疲れ様ですにわかとはいけない的な感じ <laughs> そう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 そ <laughs> うそうなんだよ <laughs> そうなんだよねなんか多分にわかとはいけないみたいな言い方されてちょっとそこにあの差を感じてしまったのは事実今日そういう感情を持ってしまったのは事実だったので。 その感情を取っ払わないとまずはね受けないかなと思ったので、そうですね、そう順番を踏んで段階を踏んであの行きたいなと思いました。とりあえず多分なんかネットフリックスとかかな、多分もう見れるんじゃないかなってテレビでもやってるくらいなので、きっとなんか見れる気がするので、とりあえず見ようかなって思いました。えっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございます。ありがとう。 こんにちはというのも今日なんかお姉ちゃんと行動してたってなんかなかなかレアだなって思うと思うんですけどなんか昔私茶道を習ってたじゃないですかその茶道教室になんかまああの茶道教室っていうかちょっとご縁がご縁があってっていうかこう先生とかとはずっとこう連絡を取ってるというかあのずっとつながってるのでなんかそれで茶道のねことを茶道をしてきたというか茶道を頂い,ただいさ何て言ったら お茶をしてきたお茶をしてきましたお茶をいただいてきましたって言ったりのかそうそうお茶をいただいてきました何回言うわ何回言うのさこらこらお茶をいただいてきましたそうなんです美味しかったです久しぶりのお茶はやっぱほっとしましたね日曜日の午前中からあの畳の部屋でお茶を飲むっていうなんかもうめっちゃいい時間だったわ本当、しかも懐かしかった本当にすごい すごいななんかもう1回お茶したくなりましたたくりまね今回は自分たちがやる側じゃなくて、まあ、自分たちもならあの習ってた時からすごい時間経っちゃってるのでもう今は人にお茶をあげられるようなあれはテクニックはちょっと忘れかけてるのでもう一回やるとしたら習わないといけない感じなんですけどその当時一緒に習ってた子とかでまだ続けてる子とかもいてなんかあの。 お茶を立ててくれて飲んできたんですけど、めっちゃ美味しかったですね。あのお菓子も美味しかったです。なんかもうホッとする空間になった。いいわ。やっぱお茶はえっとじゅんさん、えっと魔法のスティッキありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。優雅だよね。<laughs> 優雅でしたい。いいお手前でした。本当にでもなんかなんて言うんだろうな。自分も本当にやりたくなっちゃった。またやろうかなって本当に思ったかもしれない。 思ったなえっとこんばんこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねそういうのいいよねお茶いただいたのすごく伝わった <laughs> めっちゃ言っちゃったもんね <laughs> そうなんですでなんかすごい久しぶりに街をさ街を散歩したというかなんかなんて言うんですかねの,のどかだった本当に今日の午前中はのどかだったでも寒かったその代わりの外を歩いてた時は本当に寒くて だから夜は多分今日めっちゃ寒い気がするからみんな気をつけてね夜外歩く方はあったかい格好していった方がいいわよえっと初めて来てくれた方ありがとうございます雨はね午前中だったから大丈夫でしたただ帰りにちょっと降り始めてましたね帰りはちょっと雨だったなぁそんな感じでも午前中は全然そんな雨強くてどうしようみたいなことはなかったてか雨降ってなかったかもしれない朝はえっと こんにちは来ててくれてありがとうございます私さ今趣味が欲しくってなんか何て言うんですかねこうなんか没頭できるものっていうか無心で頑張れるもの頑張れるというか楽しめるものなんかしたくてであの「呪蔵玉」の話とか昨日したと思うんだけどまあそれもまだやれてないんですけどまあ、やりたいっていうのもあるんですけどなんか趣味したくてさ佐渡をもう一回やるのもありだなってすごい思いましたあとなんか絵とか描いてみたいですね私絵描くのもともとすごい好きで 塗り絵とかかしてみたいかもまあでも多分上手じゃないんだろうな塗り絵って難しそうだしなでもなんかそういうのなんかしたいなんかしたいですね手編みのマフラーとか本当にリアルに作ってみたいですあの作り方はねなんかなんかやったことあってちっちゃい時はなんか自分でこうなんか縫うみたいなのやったことあってマフラーとかなら作れる気するんですけどねただそれは本当に集中しないとだなとは思いつつ。 えっとこんにちは来てくれてありがとうございます字の練習か確かにいいね確かにね字が綺麗って大事よね本当。なんかやっぱり字が綺麗な人を見るとすごい魅力的だなって思っちゃうだから字が綺麗になりたいです私多分字汚いかも知れないっていうかなんかどんどん字が変わってっちゃったなんかまずシャーペンと なんか太いペンで書く字が違うしなんか自分の字の中でも幅広い字が書けますなんかいろんな書けますって言うとなんかいい意味みたいになっちゃうんですけどなんか達筆みたいな字を書くときもあればめっちゃ丸文字みたいな字のときもあっていろんないろんな字があるんですよねいや全然同じだな難しいな 急に字書き始めこれが多分一番普通のタイプの高橋めみ,みですで丸っぽく書いたのがこれですけどそんな言うて変わらないですねな自分の名前はこれこんな感じです私はあとなんかペンの太さとで結構上手上手に書ける時ときと書けないときがあって悔しい限りなんですけど普通に書いたら自分はこんな感じですただ字綺麗ではないですよねもっと綺麗に書こうって意識したら書けるかもしれない 多分多分あんま字綺麗ではないかもしれないえっ、ー、とーこれは丸文字ですか達筆ですかそれもちょっとよくわかんないでもねやっぱ字が綺麗って大事よあと字が綺麗じゃなくてもいいんですけどバランスがよく書きたいですねバランスってすごい大事だなって思いますなんかこう アイドル活動するまであんまり思ったことなかったんですけどしてからやっぱグッズとかにサインを書くことがあるじゃないですか結構その時にバランスがいいとすごいしっくりくるしバランスが悪いとなんかあれ上手に書けなかったなって字は一生懸命書いても下手に見えるっていうかバランス大事だなってすごい思いました昔わみみ字綺麗ですか汚いですか綺麗ではないとは思うんですけど字書くのは好きです 意外となんかノート提出とかは意外と好きでした。あの授業は苦手でしたけど、ノートを書くっていうあの黒板を写すっていう作業は意外と好きでした。なんか意味を全然理解してなくても黙々と黒板をつすっていうことはできるタイプでした。字を書くのはね意外と好きです。ただ漢字はできません。 えっとこんにちは来てくれてありがとうございますボールペンう書けないよねでもサラさんみたいなすっごい書きやすいペンだと話別じゃないなんかあの結構グリグリしたボールペンの説明グリグリしたボールペン苦手えっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございます披露できる趣味そうだよねせっかくなら披露できる趣味がいいよね そうなんだよねあとやっぱ特技があるといいですねそれこそ双葉がさこの間モノマネって言ってクレヨンしんちゃんのマネしてたっけめっちゃ上手だったじゃないですか的な感じでこう特技やるってなった時にスパッてできるような何かがあるといいなって思ったりもするえっとでもさ私呪術玉のやつ好きだけどさ「趣味は何ですか?」って言われて「呪術玉を弾くることです」って言ったらめっちゃ怖いじゃん「なんか大丈夫この子」みたいになっちゃうと思うので言えないからなんか言える趣味が欲しいですよね。 なんか塗り絵ですとか言ったらなんかすごいなんかすごいなんかいい子そうじゃない <laughs> いい子そうって偏見ですけどなんかすごそうじゃない塗り絵塗り絵が趣味ですみたいにやったら「塗り絵が趣味?」って思いませんえっ、ー、と「こんにちは」来てくれてありがとうございますえっ、ー、分かるえわかるなんかノートもバランスなんですよねなんかこう黒板に 書いてあるものを綺麗に写せた時とか、なんかちょうどぴったり1ページで収まった時とかに結構嬉しくなる。意外と好き。あの、いろんなペンのカラバリ使って、ノートは結構ちゃんと書いてました。でも0100なんですよね。私って結構本当にやるかやらないかなので、やるってなったらめっちゃこだわってちゃんといいノートを作るんですけど、もういいやってなっちゃうと、本当に本当に荒い字でもう書き写しましたあみたいな。もうどっちか <laughs>。 どっちだった年もありますちゃんと書くあの楽器の時もあればもうもういいみたいなもう一回こうガクンでなったらもういいってなっちゃう時もあるほんとよくない私もう次の日から頑張ろうみたいなのがなかなかできなくてもうそのノートがちょっとでも思うようにいかなくなったらもう嫌だみたいなのにほんと嫌だなえっ、ー、と「こんにちは来てくれてありがとうございます」うーんそうだねだからなんかお気に入りのノートは頑張って作ってたって感じかも。 えっと、こんにちは。来てくれてありがとうございます。大人の塗り絵、ねあるよね、そういうの。そういうのがね、欲しくてさ、万華鏡、んんなんだなんて読むんだろう。万年、万年筆万年筆か万年筆使ったことあるよ。どんなペンだっけでもそれはすごい名前わかる。なんだろ、どんなペンだろう。万年筆ってどんなペンだっけえ、これは違うよね。ちなみ、ちなみに。これ違うこれ何ペンだろう。万年筆ってどういうペンだっけ えっとううございますありがとう、えっと、書いてる途中に消されるとああはい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 いやたまにね急にねなんかシュンって消される時あるよねえみたいな今今そこ書いてた今そこ書いてたんだけどみたいな時ありますよねルービックキューブはですねえっとできません持ってましたでもルービックキューブ持ってるよただなんか 全面揃えられたスッキリってなったことはないです私実はえっと楽器の始めは気合入るそうなんだよねノート綺麗に書こうとしすぎて授業ないわ <laughs> 逆にそれはあんま良くないね他の人の見え方を気にするのは趣味にならないまあ確か,確かに確かに確かにいいこと言うね確かにねそんなことを気にする必要はないですよね趣味なんだからまあでも私,た私はなんかこう仕事柄あったと思うんですけど絶対的に趣味は何ですかって聞かれちゃうことが多いから めっちゃ質問の大項目だからさよくあり,ありがちな質問だから超聞かれるんですよねだからちょっとかそういう意識しちゃうかもしれない人に聞かれて言える趣味ってでも普通だったら全然気にする必要ないよねてか気にしちゃいけないよねその人からの目線を気にする必要はないね全く確かにですそれは確かにだえっとでもさ本当に聞かれるんだよね趣味何ですかってあでもみんなもあるか どの,どの仕事の時もあ,のあれだよね履歴書とかに書くよね趣味は何履歴書に趣味は書かないか分かんないな聞かれるかでもどんな仕事でも聞かれるか趣味は何ですかって割とありがちな質問かどうなんだろうどうなんですかえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねこんにちは ノートの書き方で恋愛感わかるらしいよそうなの一度嫌なことあるとダメなタイプかなえ私 <laughs> そうなのあそれがあれ比例するってこと黒板の取り方と恋愛のスタイルは比例するってことなんですかそうだったとしたらそういうことだね一回ダメなことあると私全部ダメになっちゃうってことそれは嫌だねそれは困っちゃいますねそんなはずはないですよえっ、ー、と特技聞かれて困ったやっぱそっかどんな仕事してても聞かれる質問だよね確かに えっと、特,技あ特技かそうだねでも特技だったら人に言えるものを持ってるといいよね趣味だったら別に自分の中で楽しんでればいいものなんだからいい,いいはずだよねな,なんだってでも趣味特技でさあ特技だったらまだわかるんですけど趣味で採用不採用みたいなのが判断されるって よくわかんないよねだってよねくわかんないからだったら聞かないでほしいよね <laughs>。そんな文句言ってるわけじゃないんですけど趣味はさ別に自由じゃないですかそれでなんかさなんかちょっとこの子の趣味ちょっとやだなみたいに思われるのはちょっと尺ですよね特技ならまだわかるんですけどねだったらさそっと一人としてか聞かないでくれたら嬉しいねなんて思っちゃったりするのは私はおかしいかな <laughs>。<laughs> こんにちは来てくれてありがとうございます。ありがとうね、えー、とねえっ うーん特技なくて困るそうなんだよねわかります私もそうなんだよな趣味か特技か確かに聞かれる新学期の自己紹介の時いつもねんじゃあわかるーねーやだよね一人ずつさ前に出てさ、ま、前に出なくてもまあ立ち上がってさ「あの歌橋耳です」みたいな「えっと趣味は?」みたいななんかもうめっちゃ緊張するもんあの 空気感や,やだよねやだよねって緊張タイムだよね。あきさんハートありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。嬉しいです。えっと、個人的にはルーズリーフが嫌だった。普通のノートが好きだった。あ、本当に私結構ルーズリーフ好きだったな。あの、それこそ私みたいなノートがちょっとうまくいかないと、うわーってなっちゃうタイプの人は、ルーズリーフだと次の日から気持ちを切り替えられるし、あの書き直すってこともできるから、結構好きで、ルーズリーフは私、結構大好きだった。そういえば私、ほぼルーズリーフだった。 中学生、高校生は。ルーズリーフ以外そば使ってないかも。最初ら辺はね、あ中学生はノートだったかもしれない。キティちゃんのノートをめちゃめちゃ集めてた。えっと、ジュンさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ありがとうねー。こんにちは。来てくれてありがとうございます。うーんと。 趣味がプリキュアのフィギュア集めの青年が先日会社の面接に来たええー、いいねでも趣味なんだからいいよねそういえば今日さお姉ちゃんとあの喋ってた時にプリキュアの話になって今日の朝プリキュアがやってたんですよねテレビででなんかなんだっけな今のプリキュアの名前忘れちゃった悔しい何だっけなケーキバイキングプリキュアみたいななんか違うんですけどなんか今食べ物系だったんですよね食べ物系の名前のプリキュアだったんですよ今のプリキュア。 なんか美味しそうなプリキュアしてたんですけどなんかすごい歴代のプリキュアを遡ってめっちゃ見ててネットでねなんかすごい感慨深かったですねなんか1年に1回プリリキュュアアってリニューアルてニール変わるんですねそれも知らなくてもう何十周年なのか分かんないんですけども歴代のプリキュアたちを見ててここまでは知ってるみたいなのを手繰らせてながら見てたんですけどなんかいろすごいすごいろんな気持ちになりましたかあディリシャスプリキュアディリシャスパーティープリキュアだ <laughs> <laughs> バイキングプリキュアちょっと近くないそうそうデリシャスプリキュアみたいな美味しそうな名前だったことだけ覚えてなんかプリキュアってそのキャラクターのなんか近くになんか何て言うんですかねあキャラクターじゃないこうあの主人公たちの近くにキャラクターがいるんですよねそのキャラクターがオムライスだったり食べ物だったんですよね今回のプリキュア多分食べ物絡みデリシャス言うだけあって多分食べ物絡みなんですよオムライスみたいなキャラクターとかいて可愛かったそれはさ あのまだ眠たい時間8時半とかから多分やってたと思うんですけどこんな感じの目で見てましたデリシャスプリキカー美味しそう <laughs> 美味しそうだなって思いながら見ててあのー、知りました今はデリシャスなのかってこんにちは来てくれてありがとうございますありがとううん <laughs> こんばんはありこんにちはありがとうございますえー、っと 特特技技ががないのが特技です <laughs> でもなんかさ不十分学少女議劇団の質問みたいな時があったんですけど最初にねなんか「自分の変わってるところ教えてください」って言われてすごい困っちゃったそういえばすごい久しぶりに焦った質問だったな割とさ言われそうな質問っていうかさ聞かれそうなことは考えていくんですよね基本的に、まあ、趣味特技聞かれたらどうしようこう答えようとかさ結構考えていくんですけど。 その時聞かれて困ったのが変わってるところ教えててください変わってることみたいな結構焦りましたねなんて言ったか覚えてないもん本当に焦っちゃって「ない」って言っちゃったかもしれないわかんないないっていうか自分では気づけてないですみたいな別にそんな「私変わってるわここ」みたいな思ったことなくてちょっと正直ええー、あんまなくてさちょっと本当に困ったなそれえっと「こんにちは」来てくれてありがとうございます え困ったな本当にその時めっちゃ焦った急な汗をかいた地震地震じゃなくて記憶がありますえどうしようどうしようどうしようってなったえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねえっ、ー、と眠くて目が開かないあこれ <laughs> 開かなかった朝 <laughs> すぎてえでもちっちゃい時8時半には必ず起きてプリキュア見てたんだって思うとすごい早起きマンだったんだなって思いましただって日曜日だよ日曜日の朝の8時には必ず普通に起きててプリキュア見てて なんか、うんプリキュア見てたもん絶対毎週早起きだったなってすごい思いますねえっとフォローしてくれた方初めて来てくれた方ありがとうございますカウントもありがとう嬉しいですえ自分って変わってるところありますか皆さん自分の声変わってるわって思うこととかあるえなんだろう私言われてもあんまりわかんないやいやあるかないやでもなんか別に私は全部す全て普通ですとかなんか変なとこありませんとかそういうわけじゃないんですけどねこう改めて聞かれると 何が変って言われるとそんなにないかもしれないなえっとマシンガンガトークって変なのなのんかえでもそう言ったかもしれないファンの人にはよく自分ではあんまり思い浮かばないんですけれどもファンの方にはよく「よくおは,おはしゃべりするね」と言われるのでちょっとそこは変わってるというか人よりも 喋る人なのかもしれませんんみたいなな感じでなんかそんな感じのこと確か多分言ったんですけどでもなんかそうだっけななんかでも本当そんな感じでなんかごまかしちゃったなんか結局思い浮かばなくて本当にそうなんですよねあでも確かに「早口です」とか言えばよかったかもえっと「こんにちは来てくれてありがとうございます自分ではわかんないよねえっと流行りをあんまり気にしない人ああ 確かに確かにでもなんか流行りを気にしない私だよね確かにあんまり流行りはそこまで気にしてないけどそれこそスプラトゥーンとかやってないしねでもそれはゲーム類だからかな洋服とかだったら割と流行り物も気になるからな難しいあと食べ物とかも流行り物は結構気になる難しいねゲームができないところですって言ばよかったかな <laughs> 変わってるかなどうだろうそれはえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございます 傘にヘアゴムいいっぱい付けてるのあ,あれは確かに変わってるね <laughs> 確かにあれは変だったわ確かにねでもあれ説明するのも恥ずかしいよね面接みたいな状況でさ盗まれると怖いのでみたいな <laughs> なんて言ったらいいんだろうかえっ、ー、とー「こんにちは来てくれてありがとうございます日曜なのにアニメのために早起きしててでもそれが楽しみだったわけだからね」 でも確かに子どもの頃は9時くらいには寝てたから8時くらいには起きれるのかそれでも確かに10時間とかさ9時間とか10時間とか寝てるってわけだからねそれは目も覚めますわって感じかもしれない。 さんさハートありがとうございます早口も一つの特技だよね確かに私は早口なんですけどでもなんか最近結構早口だけどろれが回らなかったり滑舌が悪かったりしてるのでなんか良いいくない早口になりかけてるんですよ今昔はもっと早口でちゃんと喋れてた気がするのでちょっとトレーニングしなないとって思ってて思ますなんかそんなトレーニングするようなことなのかわからないんですけどまあ舞台もやってるしねトレーニングしないとなって思ってます確かに私は早口です。 確かにえっとこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねあそういえばサイレント見たサイレント見な見,見たえっとうんそうなんだよサイレント見ました今回のサイレントめっちゃ泣いちゃっためっちゃ良かったな感動しました感動うんなんか心がいっぱいになって泣,泣けたなすごい感動しました。 あと2話あ,あと何話あるんだろうわからないんですけど多分もう6話とかですよね。あと3話とかなのかなわかんないんだけどあっという間ですね。泣きました。えっ、ー、と、今週サッカーでサイレントないね。あそうなのそうなんだ。あ今週お休みなんですかあそうなんだ。あれれれ見たかった。めっちゃあの次も気になるって思ってました。ちゃんと見ました。そうなんか結構ねハマってます。ちゃんとちゃんと見てる。もうここからはね、あ今週見逃したってこと多分ない。ちゃんと。 ちゃんと見続けると思いますただなんかあれ今週どうやって終わったんだっけ忘れちゃったあでも多分見てない人いるのであんまり伏せておくんですけどなんかすごい気になる終わり方してた気がする次が見たいもんえっとこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねこれで聞き上手なら完璧えぇ、ー、聞き上手になりたい聞き上手かな私わかんないなえちなみになんですけど皆さんって大人数でいる時に喋りますか 二人でいたらさ、私は喋るんですよ。絶対に。でも、大人数でいたら、喋んなくなっちゃうんですよね。なんか、なんでだろう。人に甘えちゃうっていうのもそうだし、甘えちゃうんでしょうね。多分甘えちゃって、いいことではないのかもしれないんですけど。でも、あとやっぱ、こう自分が喋るっていうよりも、聞き役に回りたくなっちゃうんですよね。大人数だと。でも、二人だと、なんかその状況のために話しちゃうんですけど、みんなは大人数の時に話せるタイプですかなんか、 その話すっていう人は大人数っていう状況が楽しいっていうよりもなんかこう大人数だからこそ自分が盛り上げなきゃって思う人も多分多いんだろうな多いんだと思うんですけどどうなんですか喋りますか大人数であればあるほど喋りますかそれとも大人数になればなるほど喋らなくなりますか私はもう圧倒的喋れなくなっていくタイプなんですよね大人数になっていけばなっていくほど。 なんでな大人数になればなるほど喋れるようになりたいんですけどこう自分がこういくっていうよりかはこうこう <laughs> なんかを殴るみたいなっちゃうこうガツッていくっていうよりかはなんかこう聞き線に回りたくなってっちゃうどん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 あと自分のトークにそんな自信がないのかもしれないですね分からないんですけど大人数になっていけばなっていくほどこう,こうなってはいけます。<laughs> えと別に大人数が苦手なわけでは別にないですけどねでもこう自分がこの空気を作ってあげないとってなるよりかは甘えちゃうことの方が多いかもしれないえっ、ー、とあんまり喋る人がいなければ喋るえー、らいすごい喋れないやなんか最近知った大人数だと喋れないっていうことが知りましたねし知りましたねっていうか別になんか気まずいわけでも嫌いなわけでもないんですけどね大人数っていう環境が。 全然いいんですけど聞きたくな,るなんかこう自分の話はできないかもしれないえっ、ー、と「聞いてよ聞いてよ」とはあんまならないえっ、ー、と「こんにちは来てくれてありがとうございます話してくれたら嬉しい嬉しいなって思っちゃうかもしれない大人数だと話しにくい23人なら話ああでも私も同じくだな少人数の方が得意かもしれないこんにちは来てくれてありがとうございます」 お疲れ様です不純文学少女会議のメンバー話すってか大人数で全然話すんだけど聞く専門になっちゃうってことですね私が自分の話を聞いて聞いてとはしたことないかもしれないしないなあの別になんか何か隠してるとかでもなくて聞く方に回りたくなっちゃうえっとこんにちは来ててくれあありりががとととううございますありがとうえっと、そうだね大人数の中で2人同士だと喋れない子がいるとどうにかして2人きりにならないようにする。 どういうことどういうこと大人数の中で二人同士だと喋れない人がいるときああっ, <laughs> ってどういうこといや分かった分かった分かったなるほどねオン十人いたとしてその中に一人二人きりになれあ十人だと多すぎてならないか五人いたとしてその中に一人二人になったら気まずいなって思う子がいたとしてあの二、ー、人きりにならないようにずっとみんなで喋るように喋り続けるってこと <laughs> 面白い。 そこまで頭を回せられない。すごいね <laughs>。いや、それトークスキル相当ないとそれできないから。多分普通にスキルがある人ができる。テクニックよ。それすごいわ。えっ、ー、とこんにちは。来てくれてありがとうございます。ありがとう。大人数で優しい方が話し振ってきたら、わっとわた,わたす。す優しい方が話しえ、話し振ってきてくれたら全然嬉しい。話す話すで。なんか2人で2人きりの時だったらトークトークのこう。何ていうんですかね？ トークをさこう動かす人が絶対どっちかのわけじゃないですか。なんかそうそうなれるんだけど2人だったらでも大人数だったらできないなっていう感じです。なんでなんでしょうかね。なんでなんだろう。で自分でもわからない人間って不思議って感じですね。えっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございます。ありがとうでも多分元々のタイプが少人数の方が得意なのかもしれないです。 どっちかというと。でも大人数も別に好きなんですけどね。こうややこしいですね。えっ、ー、とこんにちは。来てくれてありがとうございます。ありがとう。多分、単純に自分の話が面白い。自信がないだけだと思う。なんかこう周りを盛り上げられる自信がないだけだと思います。多分なんかあの大人数が嫌いとかっていうよ。りかはそんな感じかも。 えっと、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。でも、不純文学少女歌劇団のメンバーとかだったら、もう友達っていう、なんか息を超えて、もうメンバーっていうあれだから、なんか無言でも全然一緒にいやすいし、なんか二人になって気まずいって思う子は一人もいないかも。いないな、多分。なんか二人になって15分話すっていう時間があっても、誰でも大丈夫。てか、 無言になっても大丈夫って思えるかもしれないですね結構さ10人で活動しててさずっと喋り続けるって無理だからなんかどれだけ仲良いメンバーでも無言になることって絶対あるくらいの時間を一緒に過ごしてるからもうさすがに気まずいとかはな何も思わないですね何も思わなくなったかもしれ何も思わないね思わなくなりますねこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうグループってそういう関係そうだね でも、そういえば思い出したんだけど、昨日、稽古だったんですけど、帰り道、愛梨と二人っきりで帰ったんですけど、それはちょっと緊張した。気まずくはないよ、もちろん。でもなんか二人っきりであんなに長い時間話したの初めてだった気がしたから、私は。なんか普通に、なんて言うんだろうな。 みんなもいる状況でなんか2人になって話すとかは全然あったんですけどなんか2人きりで帰るみたいなのは初めてだったからちょっとなんかその駅までの15分くらいなんかちょっとドキドキしながら初めてのデートみたいな感情で帰った <laughs> ドキドキしたでもめっちゃ気まずくないよもちろんもちろんそういう感じじゃないんですけどなんかうーん ここまでこうなんか周りに誰もいない状況で2人っきりで喋って帰ったのが初めてだったからちょっとドキドキしちゃったでもなんか嬉しかったですねいっぱい喋ってくれたし嬉しかったえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうねえっ、ー、とそうねいい関係だよね と <laughs> 初めて来てくれた方ありがとうございますありがとうね。待ち時間とか移動時間とかずっと喋ってるそう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 全然黙ってるよみんな全然黙る瞬間もあるみんなで喋ってる時もあれば2,2,3,4とかで喋ってる時もあるし本当に全然一人でいる時もありますあの10人いてもみんなバラバラ一人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 でいる時もあるしあんまなんか気にしたことないなんか泡に入れなかったらどうしようとかも思ったことないしなんか本当居心地いいですねなんか別に 気を使ってないのかもしれない。いい、いいわ。すごいありがたい環境です。えっ、ー、と、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ありがとう。えっ、ー、と、そうね。えー、っと、うん、そうなんだよ。えっ、ー、と、初めてのデート、そう、初めてのデートみたいな感情で帰ったけど、 <laughs> ど,どうだろう何 <laughs> か何がどう思ってたか分かんないですけどね <laughs> 私はちょっとドキドキしてたいいドキドキねこれは何かこうさどうしよう気まずいみたいな本ドキドキじゃなくてワ,ワークワークっていうああにゃワークワークピーナッツ食べたいみたいな <laughs> 全然似てない <laughs> しんどい <laughs> しんどいくらい似てなかった <laughs> あのそういうワクワークみたいな感情でしたジュンさんさありがとうでも分かんないいろんな話したからあんまり覚えてないやな何話したっけな ででも普通に世間話です別に何かこれといってなんかこんなそんなすごいなんか重大ななんかやばい話をしたとかじゃ全然ない普通に世間話 <laughs> 普通だった普通の話を普通にしたでもそれが普通に楽しかったですえっと初めて来てくれた方ありがとうございますこんばんはこんにちはでも,もうこんばんはじゃない何時から配信始めたっけ15分とかかな 待って思い出せ思い出せ高鉢耳忘れましたダメだ最近配信始めた時間すら思い出せないいや3時だ待って3時から配信始めた「ヒーロの3時です」って言ってたもんやばい結構時間経ってやばいっていか別にやばくはないんですけど結構喋ってたねえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますヤッホーありがとうございます えっとこんにちはこんにちは来てくれてありがとうございますお疲れ様ですありがとうございますあとねそういえばなんか TikTok でさ藤士文学少女化劇団のさみんな見てくれたりしてくれてると思うんですけどなんか TikTok を久しぶりに見てたんですよねそれなんか自分のいいね欄を見てたんですよ自分のいいねを見てたら多分 TikTok みんなから私のいいねが見られないと思うんですけど私は自分自身のいいねをした者たちを見れるから 自分のいいね欄で過去にどんなものいいねしてたのか見てたらラストアイドルの TikTok がめっちゃ出てきてなんかそれでちょっと切なくなった。なんか別にこうラストアイドル まあ、なんて言うんてうですかね嫌な,なんか嫌な言い方としてなんか未練があるとかじゃないんですけど素敵な思い出って思ってるんですけどすごいなんか久しぶりに心がギュってなったあーら,らっさイっていう気持ちにちょっとなりましたね今もちろん「婦山文学少女会議団」で活動して,て楽しいしいい時間過ごしてるしすごい楽しい充実してるからなんかそういうのもちょっと今の活動に失礼かもしれないのでちょっとあ難しいところなんですけどなんか「ラっイの投稿たちを見て。 なんだかなんかちょっと寂しい気持ちになっちゃった昨日は少しなんか私は参加してないから <laughs> ちょっと謎,謎だと思うんですけどあのー「ラスアイに振られる」っていうさ TikTok あったじゃないですかあれを昨日ひたすら見てました <laughs> 自分はないんですけど自分はないんですけどあの選抜メンバーの 選抜メンバーが「ラッサゃに振られる」っていうテーマで振ってく,振ってくれるんですなんかド M みたいな言い方しちゃってあれなんですけど振られるんんでですすよよ振振振らられれるるるじゃ側なんですけど見てる側が。そのみんなの振るシーンを見ててうわーリアルーって思いながら見てましたんなんかリアルな子もいればなんかその子の感じが残ってるメンバーもいて面白くてめっちゃ見てました。それを昨日ひたすらずっと ラスウイに降られるを見ながらリハバーまで行きました。えっとこんにちは来てくれてありがとうございます。ありがとう。えっとそうそうそうまあ、キャロットとかのも見てたんだけどでもなんかラスウイに降られるのなんか映像がリアルっていうかなんか映像が綺麗でなんかこの映像綺麗だなって思いながらなんかみんな夕,夕方みたいな夜みたいななんかいい時間でなんかしかもなんかあんて言うんですかね iPhone の カメラで撮ったんじゃないないんかこう何て言ったらいいんですかね iPhone のカメラを否定してるわけじゃないんですけどなんかこう一眼で撮ったみたいな写りなんですよねあれがなんか好きで見てましたなんかみんなの振るのめっちゃ良かったな私が好きだった振り方は好きだったっていうかこの振り方グッとくるって思ったのは池松さんかななんかすごい良かったな「何々してくれなかったっけん嫌い」みたいななんかめっちゃ覚えてるなんかじゃあなんか何だっけ 何々してくれなかったっけん嫌いがもう頭から離れないずーっと昨日からエンドレスで <laughs> 何々してくれなかったっけん嫌いがもう頭からずーっと離れないですね離、まあ、れないで言いますあオーリオのグータッチを見たよめっちゃなんかポップな別れ方だった <laughs> じゃあバイバーイみたいなそこまでじゃないですけど割とポップな別れ方だったなって思いましたねあと誰が誰があ,あとあと勇気とか人間ドック行くんだよみたいななん,なんかそんな感じの別れ方 だったなあと誰かなんかあったっけなうーんあと誰あっとあほのかとかあの町田のほのかとかも,かものかがちょっとメンヤラチックの分かれ方で面白かったなんかなんだっけ私私以外の子みたいな感じだった <laughs> そんな感じだったと思うあのののメンバーのなんかこの どうやってさその台本なのか自分で考えたのかちょっと私は参加してなくて知らないんですけどなんかみんなそれぞれ何かすごい良かったなんか設定が多分決まってるのか作られてるのかわかんないんですけどなんかすごい良かったなんかそれぞれなんか違う味が出てて面白かった振られる動画めっちゃ良かったえっと「こんにちは来てくれてありがとうございますありがとう面白かった」 結構みんなの見たけど、今パッと思い浮かんだのがその子たちだけど、でも本当にみんなそれぞれ面白かった。めっちゃよかった。えっ、ー、とー、こんにちは。来てくれてありがとうございます。フラレ動画懐かしい。あれ面白いよね。あれ面白かったなって思って昨日はずっと見てました。それらとかを見てたり、あとなんか、 うーんキャラットらへんの動画とかも見てたんだけどなんかちょっと懐かしいなっていう気持ちになったっていうかなんかみんないるって思っ,ちゃ思ったかな <laughs> なんかみんないるわと思ってなんか最近は会えてないメンバーとかもやっぱりなんか LINE とかたまにしててもやっぱさ地方に住んでるメンバーとはあんまり会えてないからなんかこう見てたらみんながいるっていうなんかふわーっていう気持ちになったというか。 なんかすごい懐かしくな懐かしくなるほど時はあたってないかもしれないんですけどなんかすごい複雑な感情になったかも複雑な感情っていうか切ないんです切ない感情になっちゃったかもなんか別にあのそれが全てマイナスな意味とかじゃないんですよなんかただ切なくなった <laughs> 振られる動画見てたからなおさらかもしれないんですけどなんか切なくなっちゃった昨日はまあ全然元気ですなんか病んかかでるとかあの そういういいわけじゃないです全然あの今の活動で何か辛いことがあったとかじゃなくないしラスさイに戻りたくなったとかそういう、まあ、戻りたいは戻りたいんですけどそういう意味じゃなくてなんか戻りたいっていうかラスさイは大好きなんだけどなんかそういうマイナスな意味じゃないんですけどなんか <laughs> ちょっと切なくなった昨日はねえっ、ー、とこんにちは来ててくれあありりががととううございますありがとうそうなんだよね。 まあいいことだよね確かに振り返るのも大事なことです思い出だからね別になんか嫌な思い出ではないからすごいいい思い出だからこそ振り返るのはいいことだよね <laughs> 私は昨日ずっと TikTok を見て振り返ってましたえっ、ー、とこんにちは来てくれてありがとうございますありがとう 卒、えっと、アルとかたまに見る人いやあの卒アルはさなんかもうしまい込んじゃってるのでなんなら小学生の時の卒アル多分ランドセルに入ってるんさランドセルは多分引っ越した時とかにもうなんか多分あの段ボールとかに入れて出してすらないからなんか。 見ようとは思わないんですけど TikTok とかだったらさ、すぐ見れちゃうからそれくらいだったら見るあのそのそ見れるあの場所にあるかどうかって感じかもソツアルはもうどこにあるかわからんレベルですだからもう探そうまではいかないんですけどだからあんま見ないけど見れる場所にあったとしたら見るかもあの自分の部屋にあったりしたら見るかもしれないですソツアルも全然見る派かもえっと カメラロールも見ますそれこそなんか「らっい」の時の振り付け動画とかは全部捨ててないので一個も削除してないのでたまに見ます全然見る全然見るあダンスこんな感じのダンス踊ってた踊ったなとか思い,思い返しながら全然見ますよ見る見る見るえっとううございますありがとうなんか不思議な気持ちになるなんか自分なんですけどね自分じゃないみたいな感覚になる だいぶ時間が経ったからかもしれないんですけど、違う活動を今始めてるからなのかもしれないんですけど、なんかそこにいる私が私じゃなく感じる不思議。えっとこんにちは来てくれてありがとうございます。ありがとうね。みんなもラストアイドルのこと思い出してね。時々時々っていうかもう毎日思い出してくれても全然嬉しいんですけど、いっぱい思い出してください。<laughs> えっとああそっか断捨離や断捨離ね。でもそういう子もいるだろうね。 たくさんっていうか普通にいるだろうね。私もできればしたかった。なんかそういうそういう意味じゃなくてこう思い出を消したいとかじゃなくて量、容量がシンプルにやばいくらいあって、あの野菜の時は次このダンスをするかもしれないから、あのまだ撮っとこうみたいな感じで残してたんですけど、動画だからさ、本当に容量がえぐいくらい止まっちゃうんですよね。だから消したくんはなってる。あ。でもあの。 これを消しちゃうともう本当にもうよみがえらない動画になっちゃうかもしれないと思うから消せないでとどまってはいるんですけどいつか本当に容量の限界が来たら消しちゃうかもしれないから。 携帯を変えたいなって思ってて思ます私はこの動画たちを消さずにこの携帯をもうなんかもうラっさの思い出みたいにしてこの携帯をねで新しい携帯に新しいものを入れていきたい <laughs> って思ってますだから断捨離っていうか携帯ごと変えたいって <laughs> 私は思ってるでもなかなかできてなくて今はもう全てが入っちゃってるこの携帯どん,どんどんどん重たくなってますこの携帯えっとこんにちは来てくれてありがとうございますありがとうえっと ずっと頭の中にいる車内はラスアイソング嬉しいありがとうまだまだラスアイロスが抜けない嬉しいありがとう私もロスロスっていうかうんラスアイはずっとやっぱ大好きだなって思います本当にいいグループだったなというか本当にいいアイドルだなと今でも本当に思う最高のアイドルだ本当にラストライブあでも確かに今日とかさ明日今日とか昨日とかはさあの土日だったからさあのー ラストライブとか見てくれてた方多そうだね嬉しいですありがとうございますありがとう、えっと、こんにちは来てくれてありがとうございますミミコは元気時計元気だよ元気元気なかった朝はねもう充電切れてました朝元気なさすぎて充電してあげてましただから今充電中ですだから外に持ってってない今日せっかく外出てたのにあのー、元気なさすぎてミミコがもう 赤くなっちゃってて充電のマークがマークがっていうか携帯で見れるんですけどあやばいと思って充電させてましたなんかアプロウォッチって何日に1回くらい充電するんですかあんま知らなくて2日くらいだったのかな買ってから充電してなかったので充電させましたさっきなので今日は元気なくしてたでも今多分もう元気100倍ミミコちゃんって感じです えっとこんにちは来てくれてありがとうございますお出かけ,けに連れて行ってあげられなかったが今日カロリー消費したこと知らないでいる <laughs> ちゃんと運動したのに運動っていうか外歩いたのに歩いたうちに入れてもらえてないえっと昨日もね消費カロリーしたらしいちゃんと目標達成って通知が来た嬉しかったえっとこんにちは来てくれてありがとうございますちょいちょいねやっぱねあの声かけてくれるからいいよアプローチそろそろ立ちませんかみたいなやっぱ嬉しい なんかてかかななんなんて言うんですかねこう自分の体を気にかけてくれてる人がいるっていう感覚になるなななんか1人じゃない気持ちになれるよ <laughs> それだったらアレクサとかに頼んだ方がいいのかもしれないんですけど喋りかけてみたいな毎日充電してあそうなの毎日充電するんだそっかそれだとちょっと足りないわそりゃ2日くらいしてなかったからそれはそうだねえっ、ー、と「こんにちは来てくれてありがとうございます」 おはよう今来ておはようおはようこんにちはこんばんは来てくれてありがとうございますもうね1時間半くらい配信してたから私はまもなくね終わるところだったのでもありがとう見に来てくれておはよう今日も一日頑張ろうねえっと雨が降ってるのでこれから出かけるよっていう方は気をつけてくださいねありがとうございました熊ベスト熊ベストわかんないでも今日これディズニーに行った格好のまんまだ上上半身が そんな感じベストみたいなの着てる別にこれ着てないで出かけてたんですけど今日でもなんか今寒くって部屋の中がまだエアコン入れてないんですよね部屋だからちょっと今ベスト着てた <laughs> えっとこんにちは来てくれてありがとうございますお疲れ様ですありがとうございますそろそろ終わりますねみんな今日も見に来てくれてありがとうございました夜はゆっくり休んでくださいゆっくり休んでね 寒いから気をつけてね。あとなんかみんなに喋ろうと思ったことがあったような気もするんだけど、思い浮かばないので、思い出したらまた明日言います。ありがとうございました。ではランキングを読んでいこうと思います。13位、ハン人さんありがとうございます。ありがとう。そして12位、えっと、B、O さんありがとうございます。ありがとう。そして11位、タイ、ありがとうございます。ありがとう。そして10位、東京ドームさんありがとうございます。ありがとう。そして9位、ロンロさんありがとうございます。ありがとう。 そして8位、チョキマル、ありがとうございます。ありがとう。そして7位、ケイさん、ありがとうございます。ありがとう。そして6位、ねるいくん、ありがとうございます。ありがとう。そして5位、ふうたろうさん、ありがとうございます。ありがとう。そして4位、ケンシンさん、ありがとうございます。ありがとう。そして3位、ボルさん、ありがとうございます。ありがとう。そして2位、ロミオさん、ありがとうございます。ありがとう。 そして今日の1位は、ららららららラン。キーさんありがとうございます。好き。ありがとうございます。1位おめでとう。ありがとうございます。そして今日の33位賞は、ラン。ああ、やめない。シズトラさんシズトラさん。おめでとうございます。ミミショです。おめでとう。ありがとう。壇上に登ってないよという方も見に来てくださってありがとうございました。ありがとう。またね、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。ありがとうございました。 みんなお疲れ様です。午後も頑張ってください。まだ夕方なので夕方からも楽しんでください。アイありがとう。ありがとうございました。またね。おやすみ。おやすみは早いか。またね。いい週末を。ありがとうございます。バイバーイ。